富山地方鉄道で5010系電車は、1950年に登場した富山地方鉄道の路面電車車両である。伊水線、佐津線と富山軌道線の直通運転向けに製造され、海津のノ鉄道でも運用されたが、1992年までに全車が廃車となった。本校では、富山軌道線向けとして登場したで5000系電車と、 で5 0 0 0系の上等車である野上電気鉄道で10系電車についても合わせて記述する。で5000系は鉄道線車両とほとんど変わらない高床式で扉部分が間伸ばした二段ステップを装備した路面電車型の外観が特徴。出力3 8ット2の直接制御で柴田式自動連結機を装備している。車体は構成車体をベースに 屋根と客室内は木製で仕上げられた反抗性車両となっている。で5000系4両とで5010系30両に形式で計34両が製造された。で5000型は1950年に日本車両製造及び汽車製造の2社で製造された。で5010型は1950年に日本車両製造、汽車製造、日立製作所、 富士産業の4社で30両が製造された。製造は、5011から5015が、日本車両製造、5016から5020が、汽車製造、5021から5030が、日立製作所、5031から5040が、富士産業である。当初は直接制御式だったため、連結運転の場合、各々の,の,の車両に運転士が乗り込み、 ブザーアイズの協調運転を行っていた。1951年、幸福線と伊水線が結ばれると、高床式の510型は両方に乗り入れできることから重宝された。で、510型は運行効化のため1962年から、間接総括制御とジャンパ連結機取り付けの改造がされ、開口幅9 0 0、mm、トルの木製2枚、手動扉だったで入り口も、 開口幅6 9 0ト、mm、ルの構成1枚自動扉に改造された。で五線型は扉の構成1枚扉化と連結器撤去以外は大きな改造はされず直接制御のままで富山機動線専用になり1972年の運行終了まで使用された。1966年、伊水線二高度経済成長の波が押し寄せ、 富山県の新産業都市計画により、北条姿を富山振興として開発することになる。腰の片駅、堀岡駅間の堀切り鉄橋が港の入り口にあたり、路線分断を余儀なくされた。分断時、14両が下越の鉄道席に移っていたが、1967年で7070 70計6両が竣工すると、で5027から5030。 5037から5040の8両が、富山地方鉄道に戻り、5021から5026の6両が、河越能鉄道に残った。富山地方鉄道所属者は、1975年に、笹津線が廃止、1980年に、伊水線が廃止となると余剰となり、全車廃車された。テックリトルパークに保存中ので5022河越能。 鉄道所属者は、1971年に、不式線が廃止されると、5022を除き、全車廃車となった。残された5022は、同年に除雪専用車に改造され、主電動機を2機追加して、出力を3 8ット4機と増強、車内に凍結防止剤を散布する機械を設置し、前後にスノープラウを装着した。1992年に、 鉄道車両としては除籍され、機械の扱いとなり、万葉線にも引き継がれたが、車令が60年以上経っていることから老朽化は避けられず、2012年の稼働が最後となった。しかし、で5010系の最後の生き残りであることから、産業遺産の保存のため、2017年に高岡市衛生公社が引き取り、1年間かけて復元されることとなった。 JR 貨物、北陸ロジスティクスにより屋根やシートを運行当時の状態に復元するなどの修理を実施し、2018年10月13日より、公開地吉久のテックリトルパークに展示されている。野上電気鉄道で重慶和歌山県の地方私鉄であった野上電気鉄道が、車両近代化を目的として、1975年に、 富山地方鉄道ので5010系4両を購入したもので、そのうち3両が翌年6月にで10型として竣工した。入線にあたり、ステップ部分の切り落とし等の改造が実施されている。間接制御で構造上は総括制御による運用も可能であったが、連結機が 他の車両と異なることから並結しての運用が組めず、関算人の炭鉱運転に用いられた。末期は、で11と、で13の2両が運用につき、路線廃止日の1994年4月1日付で、全車廃車となった。ありがとうございます。